長岡教師。長岡教師は、京都府の南西に位置する市。市名は、長岡京にちなみ、長岡京の南部と一部地域が重なる。隣接する向こう市、大山崎町と共に、竹の子の産地として著名。花な食用の菜の花の産地でもある。市政志向前は、お得に群に属し、市内に、古事お得に寺がある。大きく東部、中部。 西部に分類できる。JR 長岡京駅周辺の東部は、村田製作所、パナソニック、三菱電機などのハイテク企業が進出しており、線路沿いには、ホークリフトで有名な三菱ロジスネクストがある。また、西山山系の湧水を利用して、サントリーが大山崎町との境目近くに京都ビール工場を設置、主に、 西日本地区向けの製品の生産を行っている。阪急長岡天神駅の周辺の中部は商業地、住宅地から構成されており、長岡京市の中心地となっている。大手スーパーなどもこの付近に偏っていたが、2000年代以降は JR 長岡京駅西口が再開発され、こちらにも商店の進出がなされている。 京都府道1号大山崎大江田線、丹波街道伊勢の西部は、主に西山の丘陵地帯からなる自然あふれる地域であり、工事室のような有名神社仏閣などが点在する。また一部地域は切り開かれ、住宅地として開発されている。日本を代表する観光地である京都市が近いために注目されることは少ないが、ロケーションには恵まれている。 特に竹林は美しく、平安時代の作品、竹取物語のモデルは、長岡教師もしくは、京都府八幡市のどちらかであると言われている。また、長岡天満宮八条が、池の霧島筒子、お徳寺寺のぼ丹、陽谷寺の紫陽花、光明寺の紅葉も美しさも知られている。平安時代には、古典、伊勢物語の主人公とされている。 有原の成平が晩年を過ごし、学問の神として知られる、菅原道真が太宰府へ左遷される際、名残を惜しんだ地と言われている。また、聖昌納言作の随筆、枕の子等の古典にも登場すると、深い歴史を持っている。光明寺をはじめ、長岡天満宮やその境内にある料亭、西木水亭など、市内ではしばしばドラマや、映画のロケが行われる。 また、山村美座の初期の作品の舞台にもなっている。秋に行われる、ガラシャ祭りを筆頭に、かぐや姫をモチーフとした竹林のイベントや、ホタル鑑賞会、天神祭り、アジサイ祭り、ボタン祭りなどが開かれている。全国から集客したいという市の思惑はともかく、家族連れが訪れる市民憩いのイベントとしては、成功しているようである。なおホタル賞会は、 例年ホタルシーズンより早く開催されることが多い。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると1.93%増の79,850人であり、増減率は、不二26市町村中4位、36行政区域中6位。京都府大阪府2019年3月4日現在、 2013年5月7日の市議会臨時会において条例改正案が可決されるまでは市議会の定数は26名だった。2019年5月12日現在、京都府の南西部に位置する内陸都市で市内を小端川、小泉川などが流れる。地形は北西から南西にかけて低くなっており、標高の低い東部では、 桂川、小幡川の氾濫による被害が想定されている。市内西部は、西山地域の一部をなす、山岳地帯であり、西京区、大阪府の島本町と面している。2014年、平成26年の長岡京市の、観光入り込み客数は1256,806人、対前年比1 0ン4観光消費額、日帰り宿泊546、 520,000円、対前年比107.4%である。また、お得に地域、向こう市、長岡京市、大山崎町の入り込み観光客数は196万3318人、対前年比103.5%、観光消費額、日帰り宿泊743、573,000円、対前年比106.2%で、お得に地域では、 観光入り込み客数64.0%、観光消費額73.5%を占めており、お得に地域では最も多い。京都府全体の入り込み観光客数8374万8416人に、対しては長岡京市のそれは2.3%である。京都府内観光地入り込み客数ランキング、京都市除く20位内では、長岡天満宮の7位。 前年も7位のみであり、観光入り込み客数は694,000人、対前年比103.1%である。また、長岡教師ふるさとガイドの会という会が存在する。出展は、長岡教師のイベントの最時期と、長岡教師観光協会のイベント一覧より、姉妹都市有効都市姉妹都市、市の中心となる駅、長岡教駅。 高速道路、名神高速道路が通過しているものの、市内にインターチェンジはない。最寄りのインターチェンジは大山崎インターチェンジである。一般国道、主要地方道一般不動、その他時代劇や京都を舞台にした映画、テレビドラマ等多数。市内には警察署はなく、隣接する向こう市にある向こう町警察署が担当している。消防は、 お得に消防組合が担当しており他にも消防団や地区ごとに自主防災会も組織されている。他にも消防団や地区ごとによって自主防災会もある。避難勧告のサイレンは市内7カ所の防災サイレンによって鳴らされる。市内全域の郵便集配業務は隣接する向こう市にある向こう町郵便局が担当している。郵便局、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。